べなければやっぱ食べるのみね腹に入れなくてもダメだっていうことでやっぱあるっていうのね、その変な気持ちっていうのはやっぱ人の気持ち思いっていうのはもうコロッと変わるんでね、中で言ってることはもうああ終わりだもう終わりだっていうような、誰もまあ希望のを持って話する人は誰もいなかった。ちょっと私嬉しかったんですよね。今思えばなんですけど、忙しくて面倒くさくて嫌だったっていうのもあるんですけど、なんか家に帰って誰か待ってるっていうのがちょっと嬉しくて、すごい喜ぶんですよ、おばあちゃん。なんで、なんか、だってこう、そうなんですよね。まあ、頼るものが私しかなくて。で海にさらわれていましたね、私も。そこは20何人いたんですね。私は一番先端にいたわけですから、そこで5人の塊で見たのは、その私ともう一人が助かっただけだ、3人は亡くなった。いっぱいいた。波がキャッて見えたんですけど、それはもう山を越えてきたもんですから、水自体見えた時には2、30メーターもないんでしょうね、たぶん。その瞬間にさらわれてしまって、しばらくして水の中で気がついて、ああ、溺れるなって、一生懸命もがいて上がったんです。真っ黒水だし、それであの天気中を支える、斜めになった視線で支える方もありますよね。あれに行ったり、長い水があったんですけど。流れが早くて疲れ果ててしまう。あの津波の出来事はもう一波とか二波じゃなくて、もうあの勢いだからもうどん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 来てるんですよね。うん、だからもう正直な話、あれ来た時に、この世の中終わりだと思ったもん。もういつこの津波が止まるんだろう。もううちは流れるわ、船は流れるわ、全然止まらないから、不安で、自分一瞬もう覚悟はもう決めましたよね。まあ、日本はこれ終わりだなと思わない。あの時ね、私もこの裏だから、こんな証拠、迎える証拠とか、タンクとか、アバタンクとかなんかもずっと見るんですよ。その勢いでね、ああいうものがね、壊れていく、5階、6階建てのビルが壊れていく、流されていくっていうのがね、本当にもう、まあ、恐怖感っていうかね、なかなかその自分の言葉かなんかで表せないような、本当に怖さっていうのをやっぱ感じましたね。私は今ちょっと、まあ、感じるというか思うこととして、まあどうすんだっていうことなんですね、日本人。つまりその日本のいわゆるアーティストがって言ってきた人たち、どうするつもりなんだっていうのが自分の中で一番今、思ってることですね。それはどちらかというと、希望はあまり持ってていない。まあここ10年、20年のその最先端と言われる、あの世の中からアートな言われて、アーティストなんて言われてきた人たちがやってきたことと、
今の現実のこのかけ離れ方っていうのはもうお話にならない、そのかけ離れ方をして思うんですね。でどうすんだっていうことを、まあ、聞きたいわけですよ。Solving problems of veterans is not making so damn many of them. You become part of your environment. When you're in a jungle, you're gonna act like an animal in order to survive. The military teaches you how to become a trained animal. When you come back, you're in the jungle.It's just a city jungle. One of my constant dreams are always I'm looking for something. Be it I lost my keys, my car, something. Lost the person, that usually is what it's about. That represents a guy named Collins. And we were looking for parts of him.